Awesome. Oh, it's pretty nice. Okay. Yeah. Wait, it tracks your face? Yeah. That's how did you get it? A lot of YouTubers in Japan use this one. So. Oh, that's pretty nice. Is it like 4K or? Yeah, 4K. HD? Oh. Is it, how do you download the videos? Oh, there's micro SDs here. The micro SDs, yeah. And then you just put it into your computer? Yeah. Are you YouTuber? Or? Yeah. You are? I am. Oh, that's pretty cool. Like full time or just in general? Full time. Okay. I mean, I have different jobs as well. Oh, that's nice. So what do you do for your YouTube? It's like basically about English or education. Oh, to educate other people on your page. Yeah. Oh, that's very nice. I like that. ということで、はい、バンクアカウント復活させられそうです。ただまあ中に入ってるのいくらかは多分見れなかったみたいなんで、でまあ残ってたらそれをまあ戻すみたいな作業、なかったらどうするみたいな感じですね。はい、なんかアバンドンドみたいなそういう状況になってて、なんか別のとこにあるみたいな状況だったんで、それをアカウントに戻すっていうのをやるっていうことを言ってました、ね。まあ今の YouTuber に優しい時代だっていうのはよくわかりましたね。みんな知ってるっていう。MIT にやってまいりました。はい、ドーム内に入りました。いやめっちゃ久しぶり。まあ、あとチョムスキーの部屋まで行きました。その時ノーム・チョムスキーって、まあ、世界で一番有名な言語学の、すごいおしゃれな建物、こう螺旋階段みたいな感じになってるおしゃれなとこだったっていうのを覚えてます。覚えてるわ、貼ってあったわ。こういう感じでこの部屋とか新しく出して、うん、フリーガイだ。見た映画。この人のこれはありましたね。ツイッター見ていただいてありがとうございます。パスポートなんですか。そうですもう奇跡的に見つかりましたね。でもコミュニケーション能力がないとあれは絶対に見つからなかったですよね。そうですね。もういや本当すごい、逆に行ってみるもんなんだなっていうのを学びました。、うん、やるしかない、うん、それで見つからなかった時は本当に恐ろしい。恐ろしい。いやー伸ばしてみたいな感じ。臨時のが大使館からもらえるかもしれないっていうなんか情報は来てましたけど、領事館だともう閉まっちゃってるんで、しかも3連休だったんで、土日月とないんで、土日月何も動けない状況に多分なったんですよ。もう毎回そうなんですよ。不運と幸運が同時に訪れるっていうのが毎度。それを半分楽しんでるって言ってて、すごい。もうこの二人だと多分楽しめないっていう、そういうのがもう慣れちゃいましたね。ああそうですね。ここ前に来た時は凍ってましたわ。あ、冬に来られたんですね。冬だったんで。そう、綺麗ですよね。あれね、見れると。やっと来ました。はい。ちゃんと撮ってもらなきゃ。どうした？どうした？そう、珍しいですね。こんな曇ってるっていう。曇ってるボストンなんて。レア。あ、でも今日どうでもない。昨日がね、ニューヨークのゴジラ。ゴジラ。あ、やっぱり。ゴジラみたいになってる。ダンプマンです。おお。地下で。ケミストリーの。おお、すごい。研究室。なかなかそう、ね。自由に入れなくなっちゃったんでね。アメリカもこの建物。僕も5年、6年前ぐらいに学会で来た時は普通に入れた。そうです。どこも入れたんですよね。向こう。ハーバードも全然入れなくなっちゃった。日本もセキュリティ今やってますからね、入るときに。あ、そうなんですね。大学これは永遠にそうなるのか、コロナが落ち着いたら変わるのか、どうなるんでしょうね。え、アルファベット26全部ここにあるってことですか。角度によって多分問題。すごい、ちょっと一度やっとこう。本当だ、イエス。さあ、この中にアルファベット全部が入ってるそうです。角度によって。
はいくつ見つけられましたか？あ、やっぱりおしゃれな建物だった。そうですそうです。すごいおしゃれで。訪ねた。そうですそうです。来ました。そう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 、こんな不思議ななんか建物だって思ったのよく。で、まあ当時その日にチョムスキーはいなかったんですけど、助手がいて、明日だったら別に会えるよって言われたんですけど、明日もサンディエゴに帰っちゃう。ただまあ上智に来た時に公園を見ましたけどね。あ、じゃあ日本でもすごい有名な方なんですね。あ、まあ、世界で一番有名な言語学者なんで。あ、そうなんですか。もう世界一、圧倒的に世界で一番有名です。行ってみますか。いないと思いますけど、生きてます、生きてます。弟子のスティーブン・ピンカーっていうのがすごい有名な弟子で、その人はハーバードにいますね、今ね。あとは認知言語学っていうのも、チョムスキーの弟子たちが、お前の考え方おかしいって言ってできた学問なんで。チョムスキーの弟子がチョムスキーを指定するんですか？そうです、そうです。それで、まあ、よく知ってるからか。そこで生まれたのがカリフォルニアで UC バークリーと UCSD の教授たちが作ったのが認知言語学なんで、認知言語学と生成文法は戦争に入るんです。本もありますから。さすが詳しいですか、ね、専門ですか、まあ、認知言語学専門。森田先生は認知言語学。そうです、認知言語学です。まあ、なんかノーベル賞取った人みたいな感じですよね、そのチョムスキー。チョムスキーはそうですね。ちょっと行ってみますか。あ、開けない。そうか、よっ。上でしたね。そうそうそう、そう、さっき歩いた道のところにも、そう、ここに螺旋階段がほら、初めて入ったこと。こういう、こういうなんか謎の、そうですね。そう、これここに来て見たよ、あの時。はい、すごい。いやー、言語学のビルディングですよ、 MIT の。で、上に行った気がします。あ、はい、当時は入れましたからね、上に普通に行って。すっごい。あ、そうですね、バックトゥスクールですからね、慶応、はい、うん、のニューヨーク校も今日、ね、塾長来てるって言ってましたね。あ、伊藤先生。あ、伊藤先生。はい、 MIT から帰ります。あ、もう電車来ちゃった。チケット買わなきゃいけないのに、これなんてこった。ワンライド、I want to go to Boston South Station. South Station? Yeah. Yeah. You're in the right place. Okay. You could take either Ashmont or Braintree to South Station right here. Oh, okay. So we are now... We're right at Kennedy. Oh, here. Okay. Oh, okay. Thank you. から帰りたいと思います。帰りたいと思います。